皆さんこんにちは、女流棋士の香川真奈緒です。先日の金曜ロードショーの名探偵コナン純国のナイトメア、皆さんご覧になりましたか？いやーもういいですよね、たまらないですよね。ということで、今回はちょっと私名探偵コナンが本当に大好きなので、ちょっとねそれを愛を語っていきたいと思います。実は勝利ファンの皆様にもね、ぜひ知っていただきたい名探偵コナン話があるんですよ。なのであんまりコナン詳しくないなとか、ちょっと最近見てないなみたいな勝利ファンの皆様もぜひご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。私本当に子供の時からもう名探偵コナン大好きなんですね。でどれぐらい好きかっていうと、まあ、単行本は全巻当然持ってますし、でもやっぱり一番好きなのがこうアニメだったんですね。もう本当に毎週のようにこう見るのが一番の楽しみでしたし、やっぱりねこうコナン作品はこう映画がものすごくいいじゃないですか。いいんですよ。でコナン映画はしかも毎年8月に公開になるんですけど、こう私4月16日生まれで、だいたいこうお誕生日の近くでこう公開されるんですよ。もうだからそれがすごく嬉しくて、こう例えば母とかにこう誕生日プレゼント何がいいみたいな話になった時に、やっぱりコナンの映画見に行きたいみたいな話とかに結構なってたかなっていう風に覚えてますね。でも本当に好き。かっこいいですよね。本当に小さくなっても頭脳は変わらないっていうところがもう本当に羨ましい。最高かよ。もうそれちょっと勝利でやりたいよ。なんだろうな、私って将棋の女流棋士なんですけれども、将棋もこう最善手、もう一番いい手っていうのをこう探し求めて、ずっとこう将棋盤にこう向き合っていくっていう競技なんですよ。なので、やっぱりその事件の真相をこう探し続けて、そしてそのたった一つの真実をね、探し出すこうコナン君っていうのに、もう本当に憧れでしかないっていう感情は、もう本当に物心ついた時には抱いていたような感じでしたね。当時は多分将棋に出会うよりも先にコナン君に出会ってたと思うんですけど、なんかそのどちらもそういったその魅力というか共通点みたいなのがあったのかなっていうふうに思います。今ではもう私コナン君好きすぎてこう感化されたエピソードがものすごくたくさんあるんですよ。当時なんだろう、私すごく男勝りの子だったんですけど、コナン君に憧れて一人称がね俺って言ったりとか、あと多分バローとかも言ってました。やば恥ずかしい。影響を受けた話で言うと、私好きな話にホームズフリーク殺人事件っていう話があるんですけど、まあ、コナン君と工藤新一君はめちゃくちゃホームズオタクなんです。シャーロックホームズオタク。彼がねもう常にもうニコ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 しながら、もうホームズがいかにこう素晴らしいかっていうのをこう問うわけですよ。もうそしてもうベーカーストリートの亡霊、19世紀のロンドンを疑似体験してこうそこで冒険するみたいな劇場版とかもあったりするんですね。もうそれくらいこうやっぱりホームズ推しの作品なんですよ。もうそれだけかっこいいっていうホームズって何っていうので、コナン君に出会った影響でそのシャーロック・ホームズの作品の世界に私実は触れるようになったんですね。もうこれがだから、まあ、コナンたちっていうのもかっこいいんですけど、私一応初恋の人聞かれたらもうシャーロック・ホームズって答えてるんですね。もうそれくらいもうホームズの虜にされてしまって、骨抜きにされちゃって、もういやシャーロック・ホームズちょっと長くなるんでまた今度にしたいんですけど、本当にかっこよくて好きで、だから新一コナンがホームズの魅力をこうひたすら喋ってる時はもうなんか同じオタク仲間みたいな感じになっちゃって、わかるみたいな感じで結構聞いちゃう時とかもあるなっていうところはありますね。みたいな感じで、もうものすごくそのコナンという作品にもそうですし、もう本当にキャラクターの一人一人に結構影響を受けて聞いたんですよ。もうそれぐらい自分にとって特別な作品です。あとこれはもう本当に偶然なんですけれども、私が小学生の時に結構衝撃的なコナンエピソードがあるんですよ。運動会で学年でダンスをこう披露する時ってあるじゃないですか。ダンス発表会とか。なぜかその時の4年生だったかな、私の学年が学年全員で恋はスリルショックサスペンスのパラパラを踊るっていうことが実はあったんですよ。でその、ま、コナン君っていうのをちゃんとこう演出するために、運動会の前の普通に授業中にみんなでモール、この針金入ってるモシャモシャしたやつでこのメガネをこう作ったっていうのがありまして、どんだけシュールなんだよって今思うと思うんですけど、当時のこの陰キャというかこの
インドア にとってのこの運動会っていうめっちゃうつ行事がそのコナン君のおかげでものすごくこうなんかすごく楽しみにあの待つことができて、実際なんかその当日を迎えられたのが結構今でも印象に残ってるエピソードの一つになりますね。いや本当に好きなところ数え切れないし言い切れないし、まあ、ちょっと好きな映画とかはまた別の機会でねなんか話せたらいいなと思うんですけど、もうとにかくちょっとこれだけ痛いっていうのがあるんですよ。あの私あの将棋のプロをもう10年以上やっているんですけども、そんな女流棋士の私として結構嬉しいポイントっていうのがこう作品の中にいくつかあるんですね。まず将棋ネタが結構多い、結構どころじゃないかも、かなり多くて、暗号とかダイイングメッセージとかもあるから言っていいのかよくわかんないんですけど、まあ、例えばね有名なところで言うと雪山三叉殺人事件とか、まあ、将棋知識があるからちょっと早く謎が解けるみたいな時がたまにある、稀にあるんですけど、いやでも本当に青山先生将棋を詳しいなというか、将棋の知識って結構専門的ですし、一般の方が取り扱うの決してね簡単ではないんですけれども、さすが青山先生博識でいらっしゃるし、まあ、将棋に限らずそれをいろんな分野でやっていらっしゃるのが本当にただただすごいなっていう感動と、まあ、あと今はプロとして思えるのは、まあ、その将棋っていうものを取り扱っていただけるのが ありがたいなっていうところで本当にありがとうございます。なんか皆さんも将棋ネタでなんかね好きなお話とかあったら教えていただきたいなって思うんですけれども、もうねでもこの動画の中で絶対に言わなくちゃいけないのが、この、数年間ちょっとコナンから離れてたよみたいな方いらっしゃるかもしれないんですけど、もう絶対に見てください。将棋ファンの方絶対に見てください。なんと今めちゃくちゃ重要なポジションに将棋の棋士のキャラクターが登場してるんですよ。いやこれね私初登場の時本当にびっくりして、結構もう何度もしましたよね本当に。えっと思って、そんなことある。まあ羽田秀吉さんというキャラクターで、まあ、羽生善治先生とかがこうモデルになっているようなキャラクターなんですね。すごく作中でもタイトルをこう全て取れるか否かっていうね、まさに羽生先生が七冠を取ったことをね彷彿とさせられる設定でこう登場したりもするんですけれども、私が、まあ、自分が一番好きな将棋の世界でしかも仕事としてるこの世界が、私がめちゃくちゃ大好きな名探偵コナンの世界の中でこう大切にこの描かれているこの幸福感、これはちょっと私の語彙力ではちょっと説明しがたい、本当に感謝しかありません。でしかもですね、まあ、ちょっと公開延期になってしまったんですけれども、この2020年に公開される予定の黄色の弾丸最新作ですね、劇場版最新作、こちらの作品のポスターメインビジュアルにいるんですよ、その羽田先生が。これがポスターに登場してしまうってなったら、もうこれは物語にもう大きく大きく関係してくるはずなわけですよ。もうそうなってくると、もしかしてあの大きなスクリーンで将棋のタイトル戦の舞台で、しかもコナンっていうすごく素敵な世界の中でそれが、行われてしまうんだとしたら、もうどうしようって、ね、もう眠れない、眠れません。私は本当に楽しみすぎるんですよね。作品が公開延期になってしまったのは本当にもう残念ではあるんですけど、これを機会にね、逆に言えば公開まで時間がこう増えたので、まだその羽田秀吉先生そんなキャラクターいたんだみたいな方に、その原作とかアニメとかもね楽しんでいただける期間になったらいいなと思って、今回ちょっとこの動画を撮らせていただいたきっかけでもございました。ということで、羽田秀吉さんが登場する回っていうのをちょっとまとめさせていただきました。下のコメント欄のところにも見れるように入れておきますので、ゆっくりご覧になりたい方はぜひねそちらの方でご覧いただけたら幸いです。初登場が、単行本で言うと、80巻、アニメで言うと731話かな、もうちょっと手前のところからね見ていただくとよりいいかなっていうふうに思うんですけれども、本当に、まあ、すごく専門性の高い職業をこうして扱ってもらってるだけでも幸せなのに、それがさらに結構主要キャラクターとか主要な物語の軸に関わってきてるっていうのがもうありがたみが深すぎるから、もう将棋クラスターは皆さんね全員このコナン今から読んでください。皆さん冷静に考えてくださいね。名探偵コナンという素晴らしい作品の中にもう取り扱っていただけてるのは本当にこうありがたくて、こう望んでもやっていただけないことなわけですよ。まあ改めて青山先生にそこまでこうね気に留めていただけるようなこの将棋、こう自分がそれを仕事としていることにも感謝したいですし、将棋ファンはもう他の将棋を知らない方々よりも面白さをこう
享受できる環境にいるんですから、ぜひねこの機会に名探偵コナン、アニメ、漫画のどちらでもこれはね皆さんの環境に合った方でいいと思いますので、まあ横山ね両方楽しんでいただきたいんですけれども、ぜひねこの機会にお楽しみいただければと思います。いや私も実はこの動画撮る前にもうね、あの名探偵コナンの劇場版をもうちょっと見直したりですとか、あのもうちょっとアニメの方をねめちゃくちゃ久しぶりにあの U-NEXT とかあの Hulu とかで見たりしたんですけれども、もうねほんと止まんないんですよね。本当に最高、もう控えめに行ってっていう感じだったので、まあ、全部ってなるとちょっと大変かなっていう方も、その羽田さんの回とかを通じてこうコナンの最近のね、まあ、魅力っていうものも知っていただくとよりいいかなと思います。でこの動画ももしかしたらのコナンクラスターの皆様にご覧いただくこともあるかもしれなくて、その将棋の、まあ、プロとして思いますの、本当にあの青山先生の描かれ方っていうのは本当に素敵だなっていう風に、ね、もちろん現実とこう違うところっていうのも部分的には、ね、漫画ですからございますけれども、本当にこの将棋、そしてあの、まあ、騎士という、キャラクターをすごく大切に扱っていただいていることを本当に嬉しく思いながら拝読しておりますし、私以外にも将棋の騎士、女優騎士であのコナンが大好きな先生って結構たくさんいらっしゃるんですよ。ちょっとねまたタイミングを見てそうした方々にもコナンに思う魅力みたいなものを聞けたらいいなっていうふうにも思いますし、ぜひねコナンを通じて将棋の世界に興味を持っていただけたら私としてもすごく嬉しく思います。いやもうでもともあれやっぱりあのヒーローの弾丸が何よりも楽しみということで、コナンファンの皆様と将棋ファンの皆様と一緒に劇場公開楽しみに待てたらいいなと思います。またあのねこういう風にただ愛をダダ漏れさせるだけの動画で恐縮なんですが、こういう動画もちょっとね作っていけたらなと思いますので、お付き合いいただけましたら幸いです。よろしければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。それではまた ぜひ、お会いできるの楽しみにしております。ありがとうございました。はい、ということでおまけ動画なんですけれども、あのちょっと収録と別のタイミングでじゃーん、ちょっとモールを買ってきたのでちょっとメガネを作りたいと思います。いやまさか私がモールを買う日が来るとはちょっとさすがに思わなかったですけど、何年ぶりかわかんないですよね。あの実は今もうちょっとで勤労の純国のナイトメア始まるんですよ。だからちょっと勤労見ながらメガネ作っていきたいと思います。テレビくんからね告知ありましたけれども、そうあの名探偵コナンファンブック2020が4月の15日に発売らしいんですけど、めっちゃふわふわやなモール、ちょっとそちらの付録がなんか将棋みたいなんですよね。オールスター将棋、そんなことある、なんやって工藤って言っちゃいますよね。いやもうちょっとこれは買わざるを得ない。ちょっとモールどんぐらい使うのかも全然わかんない。とりあえず開けてる分だけで作るか、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあ金を見ながらのんびり作りたいと思いますので、皆様もぜひ楽しんでください。